中国が自衛隊にビビっている理由は。お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは中国がビビる自衛隊の実力をお送りします。強く優しく頼もしい自衛隊のエピソードをご紹介。日本だけでなく、世界各地で、その能力の高さが知られている自衛隊。法律による解釈の相違など、未だに曖昧な立場であることは、皆さんご存知の通りです。しかし、外国の軍隊から見れば、最強の実力を隠し持つとして恐れられているのだと言います。戦力を行使しない自衛隊は、なぜ、それほどの評価を得ているのでしょうか？今回は、他国の軍との合同訓練や海外派遣の際のエピソードからその理由を探っていきたいと思います。1、陸上自衛隊。はじめにご紹介するのは、陸上自衛隊とアメリカ海兵隊が合同で行った演習でのこと。その演習の内容は、対テロリストなど敵のアジトに突入するための訓練中のことで、アメリカの海兵隊はそれこそ、映画さながらに、ガツンとドアを蹴り上げると、大声を上げて突入。ベッドやロッカーを次々にひっくり返します。まさに武力をもっての正面突破。その姿は、さながらカウボーイです。一方、日本陸上自衛隊の部隊はというと、指揮官のハンドサインだけに従って、物音一つ立てることなく、侵入に成功。その後も静かに、そして、確実に制圧を果たしていったと言います。その姿はまさに忍者そのものだったとか。統率の取れた無駄のない動きに、アメリカ兵は、あの状態で攻め込まれたら、我々は、なすすべもないだろうと、簡単の声を上げていました。確かに物音一つ立てることなく乗り込まれてしまえば、いかなるテロリストでも逃げようがないですからね。続いては、アメリカのロッキー山脈で行われた日米合同演習でのこと。アメリカ軍と日本の陸上自衛隊は、それぞれ別のルートから徒歩でゴールを目指し、真冬のロッキー山脈を進んでいきます。運悪く、演習開始直後から天気が荒れ始め、やがて数十年ぶりの大寒波が彼らを苦しめます。悪天候による視界不良や気温の低下、容赦なく降りしきる雪によって、アメリカ兵たちは、気力体力ともに奪われ、死者まで出してしまうのです。レスキュー隊ですら到達できない状況の中、ようやく、一同が目的地にたどり着くことができた時に、彼らが気がかりになったのが、異国から演習に参加した陸上自衛隊の安否でした。慣れない土地で、この稀に見る悪天候に遭遇してしまった、彼らは、大事故にあってはいないだろうか？という不安が襲います。ようやく合流地点に到着したアメリカ兵が見たものは、なんと、一足早く到着し、雪合戦を楽しむ陸上自衛隊の姿だったそうです。その姿を見たアメリカ兵たちは、お前ら、タフすぎるだろ、と、驚くやら呆れるやら。もちろん、陸上自衛隊のコースも、悪天候によって、条件の悪さは同じだったと言います。しかし、常日頃から 35km 以上の牧歌訓練や雪山での厳しい訓練を行っている自衛隊とっては、今回の訓練も雪合戦レベルだったのでしょうか。ちなみに、牧歌訓練というのは、登山のトレーニングの一つで、重たい荷物を背負って山に登る訓練のことです。漢字では、牧歌と表記します。屈強のアメリカ兵たちも、陸上自衛隊の高さには脱帽したと述べています。他にも、大砲やロケット弾、地対艦ミサイルを扱う野戦特化という職種の部隊にも、こんなエピソードが。実弾射撃のためにアメリカに派遣された陸上自衛隊のとある野戦特化部隊。バカバカしいほどの高い命中率に、アメリカ側がパニックを起こしたそうです。おいおい、ヤッホーの特殊部隊なんか編成しても意味ないぞ。と、忠告してきたアメリカ軍に返ってきた返事はというと、え、
俺たち、通常編成の一般部隊だよ。今回は、俺たちの部隊の番なんだよ。なんと、ローテーションで派遣されてきた地方の一般部隊でした。さらに、この演習を見に来ていた第二次世界大戦と、ベトナム戦争経験者のアメリカ軍退役将校が、彼らがいてくれれば、ベトコンを一掃できたし、あんなに死人が出なくて済んだのに、と言って、泣いたと言います。大規模な装備と優秀な人材を誇るアメリカ軍でさえ認めざるを得ない自衛隊の凄さは、アメリカ軍だけでなく、その他の国の軍隊からも恐れられていると言います。NATO 北大西洋条約機構軍による戦車射撃協議会が、アメリカの焼き間演習場で行われた時のことです。その際に、日本の90式戦車が、ゲストとして、この協議会に参加しました。しかも、ゲストでありながら、ターゲットの一つを外しただけという好成績で、見事ランキング1位に輝きます。その夜に行われたレセプションと表彰式に参加した自衛隊員たちは、みんな浮かない顔をしていたのですが、諸外国の部隊に所属している隊員が不思議に思って尋ねると、あと一発、あと一発、あれは当てられたはずだったのに。と、みんな本気で悔しがっていたと言います。それを聞いた他国の兵士たちは、命中率 100% の戦車とは戦いたくないよ、と記者団に語っていたことが判明しました。2. 航空自衛隊。さて、世界有数のテクニックを持つと言われている航空自衛隊の評価はどうでしょうか。トム・クルーズ主演で日本でも大ヒットした名作トップガンをご存知の方も多いのではないでしょうか。2021年に続編のトップガン、マーヴェリックが公開されましたね。あの映画さながらのテクニックを誇るアメリカの超エリートパイロットたちが日本の航空自衛隊との合同演習終了後なぜか再教育を志願する者が続出したというのです。彼らは皆口を揃えて、このままでは奴らには勝てない。奴らとだけは絶対に戦いたくはないと言い放ったと言います。奴らとは、共に演習を行った航空自衛隊のこと。彼らとの合同演習は、トップガンのプライドをカンプ泣きまでに打ち砕いたようです。ちなみに、以前日米の空軍射撃演習で空対空での岩射撃、戦闘機の固定武装の機関砲による射撃の命中率 96% ものスコアを叩き出したのも航空自衛隊だったとか。あいつらはクレイジーだ、と、トップガンに言わしめたそうです。96% もの命中率というのは、ありえない数字のようですね。さらに、旧式の戦闘機で、最新鋭の戦闘機を撃墜したという話もあります。旧式戦闘機の F-104 で当時最新鋭だった米空軍の F-15 を撃墜させたのは航空自衛官のロック岩崎こと岩崎隆博氏です。F-15 といえば2021年現在も航空自衛隊の主力戦闘機で F-22 が出現するまで実戦でも演習でも撃墜されたことがないと言われた戦闘機です。ロック岩崎は辞書にて当時の空中戦について語っています。戦法としては、F-104 が F-15 より小型で発見されにくい点を利用したとのことです。発見されにくいことを活かして、米軍を先に発見して、一機がおとりになります。そして、米軍がおとりを追いかけている間に、もう一機が背後から撃墜させたというのです。ロック岩崎の戦法と腕前によって、戦闘機の能力を補い、米軍の F-15 を撃墜させたのです。これは、パイロットの能力によって、戦闘機の能力差をひっくり返すことができる証明となったと同時に、航空自衛隊のパイロットの練度の高さを示しました。素晴らしいですね。3. 海上自衛隊。陸上自衛隊、航空自衛隊とも群を抜いて、素晴らしい能力を見せているのですが、実はアメリカ軍が最も脅威を感じたのが海軍との合同演習で見せた海上自衛隊の凄さだったというのです。その時のエピソードをご紹介いたします。アメリカ海軍と日本の海上自衛隊との合同演習中とのことで模擬戦闘演習ということで
アメリカ海軍の誇る駆逐艦 VS 海上自衛隊の潜水艦という、軍事マニアにとっては、夢のような対決が行われました。アメリカ海軍も、現実では、決して対決する機会がない日本の潜水艦との演習に、アメリカの実力を見せてやるぜ。とばかりに意気込んできたのですが、演習開始早々に、海上自衛隊の潜水艦は、遥か、彼方でエンジンを停止して、海流の流れを利用、駆逐艦の真下に到達。アメリカ海軍の駆逐艦は、何もできずに、フィンガーで、撃沈の判定を受けてしまいました。気づいたら、撃沈判定を受けていた。ということですね。海上自衛隊の潜水艦は、エンジンを切っていたわけですから、アメリカ海軍駆逐艦のソナーは潜水艦を探知できなかったんですね。さらにメンツを潰された駆逐艦の追尾を悠々と離脱する潜水艦にはなすすべもなかったと言います。さらに、別の演習では、アメリカ海軍の艦艇が無音潜航している海上自衛隊の潜水艦を探知できず、まさか何か事故でも起きたか。これはまずいぞ。と焦っている中、なんと海上自衛隊の潜水艦が空母の真横に浮上したというエピソードもあります。さらには空母の甲板で談笑しているアメリカ海軍兵の様子を海上自衛隊の潜水艦が写真で撮ったというエピソードも。すぐそこにいたはずなのに全く気づかれないなんて、海上自衛隊の潜水艦は海の忍者ですね。まさに日本の自衛隊だ。彼らが海外でも高い評価を得ているのは軍事面だけではありません。最後に、かつてイラクのサマワ地区で日本の自衛隊が活動していた際のエピソードをご紹介したいと思います。イラク戦争、イラクのサマワ地区に自衛隊が派遣されていたのはよく知られている話なんですが、そこで自衛隊がその地の人に愛されていたということを知る人は少ないかもしれません。駐留していた自衛隊がサマワから撤収するときには、現地にいた外国の高官がこう言ったそうです。3年間延べ2000人の自衛官が駐留して、一人の脱走兵もなく、一人の婦女暴行もなく、一人の無銭飲食もなかった。こんな軍隊は、世界のどこにもないと。駐留地の近くに迫撃砲が撃ち込まれたときには、サマワ市民の間でデモが行われました。捧げられたプラカードや横断幕には、日本の宿営地を守れ、自衛隊を攻撃することは許さないと書かれていたと言います。さらには、イラクのある有力な部族の族長が、こんな声明を出していました。日本の自衛隊を攻撃する者がいたら、その者の一族郎等を征伐する。遠く異国の地であっても、自衛隊は、その国と国の人々のために任務を遂行し、信頼を得ていたからこ、そのエピソードではないでしょうか。また、サマワ駐留の際、自衛隊が設営したテント群は、杭の位置や紐の角度まで、すべて、寸分違わぬように統一されており、端から見れば、ロープは、すべて重なる状態でした。これを見た各国の高級士官は、さすが、日本の軍隊は士気が高いと絶賛したそうです。道路を直す時にも、それを見ているイラク人に重機の運転を教え、イラク人と共に作業を行いました。そうすることで、イラク人は日当をもらいながら建設業におけるノウハウを得ることができ、自衛隊が撤収した後も働くことができるのです。同じことは他にも病院や学校などで行われ、地元の人たちにとても感謝されています。しかも、以上のような活動は、別にイラクでだけでなく、過去に自衛隊が派遣された地域で、自衛隊は、必ず、現地のインフラ復興等を自衛隊だけで行わず、現地の人を雇っていったと言います。これは、道路や水道、電気等のインフラの復興整備を現地人を雇って共に行うことで、地元に雇用を生み出すとともに、自衛隊が去った後でも、現地の人の力でインフラを維持し、あるいは、国の復興発展に必要不可欠なインフラの建設整備ができるよう、技術を伝え教えるのが目的だと言います。なので、
自衛隊が任務を完了し、現地を引き上げる際には、必ず、日本の先生、どうか帰らないで、と引き止められたのだそうです。そのため、自衛隊が撤退する間際、サモア市民による大規模な支援デモが行われました。他国の軍、特にアメリカ軍には反対のデモが行われたのに対し、自衛隊には支援デモ。あまりにも大きな違いですね。彼らの持つ強さと優しさが、日本だけでなく、海外でも高く評価されているのがよくわかりますよね。力は強く、心は優しく、そのあり方がとても美しいと思います。さて、自衛隊の強さに、海外からも多くの声が届いています。ここで、その一部をご紹介します。海外の反応。ふーむ、日本は、憲法で制限されてるのにもかかわらず、なお恐ろしいくらいの軍事力があるわけか。自衛隊は、少なくともアジアではスーパーパワーだよ。日本の自衛隊は、ここ何十年かずっと強大だったじゃん。軍ではないから、みんな気にかけなかったけど、もし憲法で制限されてなかったら、今頃、日本は、アジアの超大国になってただろうに。大和魂を見せつけてやれ。応援してるぞ。1900年代の日本はやばかった。今では、中国が日本に勝てるって言ってるけど、実際勝てないだろうな。自衛隊は素晴らしいね。いや、本当に。日本の軍隊は復活していいと思うの。日本は不死身なのか？海外の日本への評価がやばい。今回は、日本の軍事力に対する世界の人たちの見方を取り上げていきます。まず、日本という国の強さについて論じた記事が、海外で話題となっていたので、ご紹介。以下は記事の内容です。日本は経済大国であるが、軍隊は規模が抑えられている。CIA によると、防衛費は、わずか GDP 比 1% である。戦後に、連合国側は、日本に憲法を改正させ、戦争の放棄の一項を含む憲法9条を加えさせた。1960年に、日米の間で新安保条約が調印され、アメリカによって、あらゆる脅威から守られることになっている。米軍基地もあることから、現状自衛隊の規模は小さい。兵員数はおよそ25万人で、世界ランキングでは、24番目となる数である。つまり、日本は、経済、政治面では世界のリーダーだが、軍事大国と呼べるような国では決してない。GDP は約5兆ドルで世界第3位。三菱、川崎、東芝など世界最高級品質の電子機器、自動車、軍需品を製造する大企業がいくつもある。原発事故だけでなく、何度も景気後退を経験しているのにもかかわらず、日本は今でも経済大国の地位を保ち続けている。もし日本が軍事力を増強させれば、間違いなく軍事超大国となる。しかし、現状は本当の意味で軍事力を有しているとは言えず、世論調査によると国民の大部分も軍事力を増強するよりも現在の状況を保つ方が好ましいと考えている。記事は以上のような内容になります。ここで取り上げられていた防衛費 1% についてですが、日本は1988年から2020年までの間、ずっと 0.9 から 1.0% の水準を保っています。警察予備隊を保安隊に改組した年の1952年度予算の 2.78% から徐々に減少していき、1961年以降は 1.2% 程度を推移し、1967年度以降は約 1% を切っています。ストックホルム国際平和研究所が公表した2020年の世界の軍事支出に関する調査によると、GDP に占める世界各国の軍事支出の割合は、トップの米国が 3.7%、中国は推定で 1.7%、インドは 2.9% でした。日本の軍事支出を見てみると、
491億ドル、5兆2620億円で、前年と同じ世界9位となっています。世界の軍事支出上位10カ国を見ると、トップが、やはり、アメリカで7780億ドル、2位の中国が、推定で、2520億ドル、3位のインドが719億ドルと続き、以下、ロシア、イギリス、サウジアラビア、推定、ドイツ、フランス、日本、韓国の順になっていました。また、米グローバルファイアーパワーが発表している2021年の世界の国別軍事力ランキングによれば、1位がアメリカで、以下、ロシア、中国、インドと続き、日本は5位でした。このランキングは、55以上の要素を総合的に評価し、単純な兵力規模だけではなく、地理的条件、兵站能力、利用可能な天然資源、技術力、産業の状態なども考慮されています。日本は、上位4カ国に比べて、兵力の評価が随分低くなっていますが、海上自衛隊と航空自衛隊については高く評価されています。イージス護衛艦に、双流型潜水艦などをはじめとする海上自衛隊の装備は、世界でも屈指と言われ、今年3月にも、最新鋭のステルス護衛艦、モガミ型が進水しています。最新鋭の F-35 ステルス戦闘機の導入も始まっており、最終的には約150機が配備される予定です。これは、米軍に次いで、世界で2番目に多い数です。続いて、海外の声を紹介します。日本という国の強さを取り上げた記事に対して、海外のネットユーザーから、様々な声が寄せられていました。海外の反応。アメリカみたいに、防衛とやらに税金をつぎ込まなくても、優れた経済を保てる。日本がそれを証明してるよね。アメリカは、もっと客観視した方がいいよ。日本には、ガンダムとか、いろんなメカが控えてんだぞ。地球どころか、宇宙一の軍隊があるわ。地形的要因も考慮しないと。日本は、イギリスと同じ利点があるんだ。どっちの国もラッキーなことに、島国なんだよ。アメリカ人に教えてもらったジョークを紹介するよ。ジャイニーズは言った。やつはクレイジーだ。アメリカンは言った。やつはスペシャルだ。ロシアンは言った。やつはデーモンだ。日本は言った。どうしたの？みんな。その視線を日本は気づいていない。日本は中国、ロシア、アメリカの三大大国と戦争をしたことがある非常に稀有な国だからね。中国にも同じようなジョークがあるらしいね。小さな島国の小さな人間がだ。10年で国を根こそぎひっくり返し、20年で中国と戦争し、40年でロシアと戦争し、80年で太平洋全域で戦争し、コテンパンに乗されたのに、世界2位の経済国になり、アメリカの横っ面を札束で引っ叩きそうになった。そんな国が平和を唱えたとして信じる馬鹿がどこにいる。中国の軍人曰く、日本人は気持ち悪い。自分の国よりとてつもなく後進国だったのに、突如、明治維新。そして、清と戦争して日本が勝利し、さらにはロシアとも戦い、危ういながらも日本は勝利した。列強各国と戦争してメタメタにやられたのに、今度は経済で世界を席巻した。不死身か。こいつらどうかしてる。クレイジーだ。ってのを見た覚えがある。日本は眠れる巨人。あの国の潜在力は計り知れんくらいだ。ロボット工学や機械や工業デザインのリーダーと言える国だしな。日本を無視するなんてことはしない方がいい。日本を含めた西側諸国は、どこの国が本物の友人であり、どこの国が敵であるかを常に認識しなきゃいけない。中国を信用しては絶対にダメだ。ロシアに甘い顔をしてはダメだ。北朝鮮は恐ろしい敵。イランも信用してはいけない。俺は、
日本が軍事的に独立する姿が見たい。日本は今まで信頼できる国であること、そして多くの国にとって素晴らしい盟友になれることを証明してきた。日本よ、これからもよろしく。日本を絶対に侮っちゃいけない。モビルスーツだってすでに開発してるかもしれないし、核弾頭を搭載した神風ドローンだって持ってるかもしれない。忍者部隊の存在を言及し忘れるとは。忍者の実力は一騎当選って言われてんだぞ。最強の軍事力を持つ国はどこ？さて、日本の防衛費は決して十分とは言えません。にもかかわらず、現在の水準まで防衛力を高めることができたのは、ひとえにアメリカとの同盟と日本独自の技術力の高さによるもの。日本人は独自の技術と海外の技術を組み合わせて、より良いものを作り上げることにかけては、他のどの国の人たちよりも長けています。兵器を輸入するときでも、買ってきたものをただ使うのではなく、自身の独自の技術と組み合わせて、大幅に性能を向上させ、そればかりか、改良に改良を重ねて、全く新しいものを開発する。これが、日本のお家芸とも言われる魔改造です。現状に満足せず、高い要求水準で常により、高品質なものを追求し、新しいものを生み出そうとするのは日本人の特有の気質です。とりわけ日本の潜水艦は静粛性に優れており、 C 国は潜水艦黒潮を探知することができませんでした。これも日本の技術力の高さを示す一例でしょう。それではちょっと面白そうな記事を見つけたので紹介します。米国から見た日本の軍事力に対する評価です。日本の軍事力のレベルをどう見るかという点については、当の日本国内でもいろいろと意見が分かれています。日本の軍事力は強大になりすぎたと警戒心を抱く向きもありますが、その反対にこの程度ではまだまだ足りないと不安視する声もあります。ちなみに私はもっと防衛費をかけて軍備を整えてほしい派です。ではそうした今の日本の軍事力について、海外の人たちはどのように見ているんでしょうか。何かにつけて日本を敵視するアジアの隣国は、日本の防衛努力をハンデをしたように軍国主義的だと決めつけるばかりなので、彼らの見方は的確な評価とは言えません。それではかつては日本と戦火を交えたものの、今や同盟国となったアメリカはどう見ているのでしょうか。アメリカ陸軍式幕僚大学 CGSC のジョン・ T ・キューン教授は、自衛隊は装備の点でも将官の指揮能力の点でも世界的に極めて高い水準にあり、パイロットにしろ軍艦にしろ、日本はどんな相手にも引けを取らないと評価してくれています。キューン教授によれば、海上自衛隊は世界の海軍ランキングでも5位以内に入る戦力を持ち、しかも日本はこれを他国の何分の1かのわずかな予算で実現したと言います。キューン教授の指摘を裏付ける例としては、近年台頭してきた C 国海軍にすでに数量的には圧倒されている日本が未だ優位を保っているとされる潜水艦の技術が挙げられます。これは総量型をはじめとする潜水艦自体の性能の高さももちろんですが、 C 国海軍の潜水艦を封じ込める追戦哨戒能力の高さからも実感できることです。建造コストで言えば、最新型の双竜型12番艦東竜でも約690億円程度。従来の鉛蓄電池からリチウムイオン電池に移行したことによってコストが上がりましたが、それでもまだ比較的低コストに抑えられています。隣国の潜水艦と比較してみると、同じ通常動力型でサイズもほぼ似たような艦容でも、最新型の潜水艦の建造費は1000億円以上と報じられているので、日本の海事のコストパフォーマンスの高さは明らかです。また防衛および国家安全保障分野の専門家の会の溝上氏は、日本とアメリカとの関係はイギリスのそれよりも緊密だとする旨の見解を示しました。その上でカイロ溝上氏は、
日本が現在のような軍事強国となったのは、アメリカとの強固な同盟関係によるものだとし、その大きな要因として、日米安保条約以降の同盟関係の強化を挙げています。日本の現政権は、憲法改正によって、自衛隊の活動拡大を進めようとしているようですが、アメリカの一部からは、他ならぬ専守防衛こそが、日本の軍事力を高めたという意見も出ています。つまり、第二次世界大戦後、日本が、ここまで軍事力を向上することができたのは、平和憲法の下で専守防衛に徹して、いわゆる攻撃型戦力の保有のために予算を割かず、その分、防衛力の強化に専念したからではないか、という逆説的な見方です。でも、この指摘に疑問を感じる人は少なくないんじゃないでしょうか。防御用の装備だけに注力してきたことが軍事力向上の要因だというのは、いささか的外れに思えます。今の状況で、C国海軍に対して、日本の切り札となるのが潜水艦であることは言うまでもありませんが、この潜水艦も、魚雷という攻撃用の装備がなければ役に立たないからです。もし、仮に、C国海軍の潜水艦が、日本と同じような潜水艦だったとしたら、どうでしょうか。日本の潜水艦は、対地攻撃用のミサイルなどは搭載していません。つまり、海中に身を潜めているだけで、自らは攻撃してこないわけですから、そもそも対処する必要がありません。また、大型原子力空母を中核とする空母打撃群は、アメリカ海軍の中心戦力であり、その攻撃力は絶大ですが、多くの国が空母を持たないのは、空母を運用するために必要な予算や技術がないためです。以上の点を考え合わせると、憲法による制約が、反対に、日本の戦力を強化したという見方は、論理に合わないと思います。また、一方で、先に挙げたジョン・T・キューン教授は、日本企業の技術習得の潜在能力を高く評価しています。例えば、F-35 ライトニング2などの戦闘機の性能を格段に向上させる可能性を挙げています。日本の技術力に対するこうした評価はありがたいことですが、すでに戦闘機開発が費用の面から考えて一国では難しいことや、日本が純国産戦闘機開発のノウハウを現時点ではまだ持っていないことを考慮すると、残念ながら過大評価感があります。アメリカ軍が強力な兵器を開発し、保有できているのは、もちろん、その豊富な軍事予算のおかげもありますが、世界各地で実戦経験を重ねて蓄積したノウハウが大きな比重を占めているんじゃないでしょうか。特に気になるのは、近代兵器は各種の電子機器類の連携がなければ、その効力を十分発揮できないという点です。こうした分野で日本が優位に立つことは、現在の状況からはまだ非常に難しいと言わざるを得ません。今では AI を搭載した無人兵器が航空機や潜水艦の分野にも登場してきています。こうした現状を考えれば、日本の防衛力について楽観視することは危険です。イージス護衛艦やイージスアショアの配備によって、北朝鮮の弾道ミサイルに対する防衛力を充実させることも重要ですが、極超音速ミサイルを含むあらゆる種類のミサイルを迎撃するための新しいシステムを一刻も早く構築しなければなりません。潜水艦は日本の防衛に重要な役割を担っていますが、その潜水艦群の守りも飽和攻撃で破られる可能性が高まっています。こうした状況の中、有効な抑止力の増強を怠ることは決して許されないでしょう。さて、日本の軍事力について海外から多くの声が届いています。ここでその声の一部を紹介していきます。海外の反応。警告人だけど、日本はとても強力な海軍を持ってると思う。でも警告は地上戦だったらかなり強いと思うな。それと日本は実質他国を攻撃する能力を持ってないに等しいんだよね。日本の軍事力は防衛だけに特化してるから。日本の軍事力が防衛にだけ傾いてるのは少し問題だと思う。
もちろん、アメリカとの同盟でバランスをとっているんだろうけど、いざ戦争ってなった時に他国を攻撃できる手段を持ってないのは厳しいと思うんだよね。攻撃は最大の防御という言葉もあるくらいだしさ。そもそも日本が急速に近代化して軍事大国になったのは、欧米列強の植民地支配になるのを恐れたのが始まり、アジアの国々が西洋の植民地になりまくってて、日本はずっと危機感を持ってた。日本は侵略されないためにも、ロシアやアメリカやイギリスやオランダなどに対抗できるように、近代化と軍事力の増強を、ものすごい勢いで急いだんだよ。だからこそ、日本は、ロシアとの戦争でも勝てたし、アジアを征服することもできたってわけだ。俺は、アメリカが日本を見捨てるなんて、ことが絶対に起きないことを祈ってる。だって、そんなことして、もし、日本と C 国が同盟を結んじゃったら相当にやばいから。日本のハイテク技術と C 国の軍事力が合わさるのは絶対に避けなければならない。日本は軍事力を全く持ってないわけではなくて、自己防衛のための軍をちゃんと持ってるし、持てることになってる。それに、日本はなんだかんだ言って世界有数の海軍力、海上自衛隊を持ってるし、島国だという防衛上の利点があるのと、さらにはアメリカとの同盟もある。それらを考慮すると、自衛のためには十分な力がすでにあるわけで、これ以上何を望むんだろうか？というのもある。それと、日本では憲法改正について語るのはかなりシビアな問題でもあって、下手をすると政治家生命が終わる可能性もある。俺はアメリカ軍人で、日本の厚木基地に6ヶ月いたことがあるんだ。彼らと P3C や SH-60J などで一緒に訓練をしたり、オンオフ共に過ごしたりもしたよ。日本の自衛隊の人たちはかなりプロフェッショナルだと感じたね。特に管制式とか管制システムとか非常に優れてると思った。俺も日本に配置された時に海上自衛隊と時々訓練してたんだけど、その時彼らは基本的には俺たちと同じシステムを使ってたんだけど、俺たちの方が少しだけ最先端のものを使ってたんだ。だけど彼らは技術力でその差を補って俺らと同等の成果を出してた。中国の軍事力を何とも思わない日本が尺に触る中国。この強大な軍事力をなぜ恐れない？さて今回は、年々軍事力を強化し続けている中国が日本を上回ったと危機として主張しているという話題です。各国が軍事力を保持する目的としては、まず抑止力のためというのが大きいわけですが、年々各国の軍事力は強化されてきているという現状があります。特に中国の軍拡の姿勢は目立っていて、アジア圏では上位を占めています。この強大な軍事力を持つ国を日本はどうして恐れないのかという疑問を投げかける記事が中国メディアで報じられていました。この記事を深掘りする前に、以前中国が日本の軍事力との対比について報じた内容についてお話ししておきますね。少し遡りますが、2015年に中国の軍事情報サイトが掲載した記事によると、日本の持つ真の軍事力を知ったら中国は驚いて腰を抜かすと自ら述べています。単純な比較からの極端な見方とも言えますが、中国では物事の一面だけを切り取ったような報道は珍しくないようです。日本のマスコミも偏った報道をすることが多いので、他国のことを強くは言えませんが、その記事では、もし日本と中国が相対するとなれば、それは尖閣諸島問題が発端になるというのですが、核兵器の使用については可能性が低いとしています。理由として挙がっていたのは、中国が核の先制不使用を国際的に宣言していることや、日本の核兵器製造については短期的な製造は無理というものでした。が2021年7月、中国北西部、
陝西省包茎市の共産党委員会が、中国は核を持たない国には核攻撃は行わないと宣言しているものの、日本が台湾問題に首を突っ込んだら、例外的に核を使用してもいいという内容の動画をネット上に公開しています。いわば一部の地方公務員の意見程度ですが、いずれ中国の意見となる可能性は否定できません。警戒が必要だと思います。そして、実際に海戦の可能性があるとすれば、それは中国海軍と海上自衛隊の戦いになるだろうと指摘しています。その上で、双方の軍事力について、中国海軍の規模は大きいが、実質は伴わないとし、一方の日本の海軍力については、世界で最も優れた装備を有していると評価。米国から導入したイージスシステムや、日本が自主開発した護衛艦、ヘリコプター空母、潜水艦などを例に挙げて、日本の海軍力について述べています。さらに日本は、米国に次いで、艦載用対潜ミサイルのアスロックの保有数が世界第2位を誇り、日本がいかに対潜能力に優れているかについて言及しています。確かに日本は、第二次世界大戦当時、潜水艦による攻撃に散々苦しめられたため、その教訓を生かして対潜能力を重視しています。保有する大型艦船についての比較では、中国海軍の13隻に対し、日本の自衛隊は28隻と倍以上差があると指摘し、装備だけでなく人員のレベル、戦術面でも日本は中国を上回っていると論じていました。また、日本のミサイル迎撃システムが充実している点において、互いの本土をミサイル攻撃するような事態になったら、日本よりも迎撃力が劣る中国の損失は大きいと主張。この主張に関して、日本の側から見ると、日本の自衛隊は憲法第9条第2項に言う戦力には当たらないとして、他国領土への攻撃の権限は持てないので、中国領内に対するミサイル攻撃という事態は、2021年の時点では起こり得ないことです。が、F-35 に搭載する射程500キロの対地対艦ミサイル、ジョイントストライクミサイルや、米国製の射程900キロメートル以上の空対地ミサイル、ジャズム ER の導入が決定しており、さらには防衛装備庁でも、対地攻撃能力を持つ長射程のミサイルを複数研究開発しているため、将来的には報復防止能力を日本が保有することになるでしょう。報じられた内容では、中国が言うような日中が有事になった場合の米国の動きについても考慮されていません。それに戦争が始まったとして、中国が国際社会で孤立した場合に考えられる政権崩壊や経済の混乱が発生する可能性についても何も言及していないのです。つまりこの報道では、自国の軍事力について日本にどれだけ追いついたかということを日本を基準に比較してみたかっただけなのではと解釈できますね。こうした各種比較はたびたび隣国でも発表されていますが、中国の特徴としては、自国はすでに日本を圧倒したと主張するものもあれば、まだ日本に追いついていない大きな差があるという見方もあり、日本を基準にした捉え方がうかがえますね。さてここで最初の話に戻りますが、中国が気になって仕方のない、こんなに巨大な軍事力を持つ中国をどうして日本は恐れないの?という見解について見てみましょう。中国の国防費は米国に次いで世界第2位の規模で、経済成長とともに軍備拡張はとどまるところを知りません。中国の軍事力はとうに日本を超えていると主張する中国メディアですが、今回改めてこの中国の軍事拡張を日本が恐れない理由について分析する記事を掲載したのです。どうしても解明したいんですね。記事では、中国空軍は航空自衛隊を超えたとしてロシアの専門家が分析した内容を紹介。中国が自主開発した次世代ステルス戦闘機 J-20 を例に挙げて、日本は戦闘機開発では中国に大きく遅れている現状で、その戦闘機技術も米国に依存しているものだと指摘しています。
多少補足しておきますが、日本の戦闘機技術が劣っているとは思えません。1990年代初め頃ではありますが、衆議院議員の平沼武雄先生らが三菱重工や石川島播磨重工などのメーカーの社長を呼んで、日本は純国産の戦闘機を作ることは可能でしょうかと尋ねたところ、できます、それも高性能なものを作れますという返事が返ってきたそうです。この当時は日本は高性能ジェットエンジンを自作できませんでしたが、今は XF9 という高性能ジェットエンジンの開発に成功していますし、 F2 を開発した際も高い技術力を見せています。またパイロットの練度が高いという話もよく耳にしますね。詳しいことを言うと長くなりますので、今回はその具体例は省略します。さて、話を中国の記事に戻します。海軍に関しても数と質の両面で中国の方が上回っていると主張。あれ？装備だけでなく人員のレベル、戦術面でも日本は中国を上回っていると論じていたような。私の気のせいですかね。中華イージスと呼ばれる最新鋭の軍艦、乱集級駆逐艦が存在することを強調して、日本のイージス艦に十分対抗できるものだと訴えます。さらに原子力潜水艦に至っては日本は一隻も保有していないということを取り上げています。原子力潜水艦がないから弱いとは限らないと思うんですが、現に日本の潜水艦の能力の高さは有名ですよね。陸軍についてもしかり。一例を挙げると、中国人民解放軍陸軍の兵力は2018年時点で98万人、戦車の保有台数は2021年の時点で約5650両以上という圧倒的な数です。一方、陸上自衛隊は兵力が令和2年3月の時点で約15万人、戦車の保有台数は令和元年3月の時点で560両。確かに圧倒的な差がありますね。数を見る限り、陸上自衛隊と中国人民解放軍陸軍がまともにぶつかったらどうなってしまうか。が、冷静に考えると、中国人民解放軍の陸軍と陸上自衛隊が戦おうと思ったら、中国人民解放軍が日本に上陸した後の話でしょう。つまり、中国が制海権、制空権を握らないと、陸上自衛隊と中国人民解放軍の陸軍との戦闘は起きないと言えます。この点は、陸上自衛隊と中国の陸軍の規模は圧倒的な差がある。戦争になったら日本は中国の圧倒的な兵力の前になすすべもないんじゃないか、と考えている人のために、念のために話しておきたいと思います。記事の話に戻ると、中国は世界のどこを見てもライバルがいない状況とまで主張しています。中国の軍事力は陸海空すべてにおいて日本を超えているとして、自国の軍事力を誇示する内容となっているのです。確かに兵力を見れば、中国は陸海空いずれをとっても日本の自衛隊の兵力をしのいでいます。こう主張した上で、記事では日本は軍事力で追い越されていながら、なぜこの巨大な中国を恐れないのだと疑問を投じています。そしてその理由については、ここまで国際的市場が開放された今日において、実力を有する国同士が衝突することは考えにくい、と日本は捉えているため、というように分析しています。少し考えればわかることですが、日中が戦争になった場合、両国ともに膨大な経済的損失を被ることは必然ですからね。さらに日本は軍備で中国に劣っているとしながらも、確かな先進的な武器と技術を保持していることも事実だと認めているのです。米国から技術導入があれば、あっという間に軍備拡張が叶い、経済力がある日本としては中国を恐れる必要などないのだろうとも分析しています。これは当チャンネルの意見ですが、もう一つ付け加えるなら、アメリカの存在でしょうね。つまりは日米同盟です。強力な軍事力を持つアメリカとの同盟があるから、中国を恐れずにいられるとも見られますが、
自分の国は自分で守るという体制が必要不可欠であるということに変わりはなく、いつまでもアメリカ頼みの体制を続けるわけにはいきません。アメリカも未来永劫日本を守り続けてくれるという保証はありませんからね。どれだけ軍事力を誇示しようと、日本が恐れを感じていないというのは、中国にとっては尺に触る話でしょうね。今後も何かにつけて、日本の軍事力の上げ足を取っては、持論を繰り返して主張していくことでしょう。しかし実際、中国の軍備拡張は、脅威を含んでいることに違いはありません。実際に一時期は、毎年 10% 以上の伸び率で、軍事費が増えていました。金額を見てみると、中国政府が2021年3月5日に行った発表では、2021年の中国の軍事費は過去最高額の1兆3553億元、日本円にして約22兆6000億円になるとのことでした。日本の防衛予算も毎年これくらいの金額を投入できれば、自衛隊を相当に強化できるだろうなと思うのは私だけでしょうか。もちろん予算をどういった分野にどの程度振り分けるかによっても変わってきますが、今後も報道を含めた中国の動向を注視していく必要はありますね。さて、こうした中国の主張について多くの反応があったので一部ご紹介します。海外の反応。いやー、ほっといても中国はいつも内部分裂で潰れるからね。中国がまともになることはない。そんなの歴史上の事実だ。大陸でほぼ全方位に敵を抱える中国の軍事費はそりゃ高い。それは昔からなので問題ないよ。怖いなぁ。憲法改正、防衛費拡充しなきゃ。まあ一番怖いのは中国の息のかかった国内勢力なんだけどね。確かに日本人は中国人が攻め込んでくるとは思ってないな。ただし、それは中国人が平和主義者だと思っているからではなくて、単に正常性バイアスってやつなんだと思う。チベットの件やらで、みんな中国が一線を越えるときは越える国だってことを知ってるはずなんだけどね。日本国民の大半が憲法第9条があるから他国から攻撃されないと思い込んでいる。現実にはロシアと朝鮮に我が国の領土が不法占拠され、中国は南西諸島を虎視眈々と狙っている現状を理解していないだけだ。3番目の受けを狙ってくるあたり、中国のお笑いセンスよ。ま、笑えないけどな。恐れていないわけではない。頭のおかしさと何しでかすかわからない危うさ、ゆえに近寄りたくない。今までの戦績と実戦経験がほぼないし、空母もロシアの払い下げを無理やり改造したお笑い空母だしな。防衛正面の広さの差だから大陸国が軍備多いのは当然なんだよな。海空で封鎖しておけば大した問題ではない。本当の平和に必要なのは一体何なのか。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、自衛隊の練度は世界一で、技術力も中国、韓国よりも高いと思います。あとは、防衛費と核共有の議論ですね。国民の命を守るためにも、決断をしてほしいです。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。